伏線回収。これまでに数多くの伏線が登場しているワンピース。ではどの伏線回収が一番秀逸なのか。今回は回収までの長さ、衝撃度、重要性、感動度、以上4点より独断と偏見で伏線回収を格付けしていこうと思います。ということで今回はワンピース伏線回収ランキングトップ30をやっていこうと思います。なお第10位から4位までの発表、30位から11位までの発表、最後にベスト3の発表となってますのでご注意ください。この動画は本誌単行本で第1050話を見た方への内容となっておりますので、必ず一度お読みになってから閲覧するようお願いします。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。第10位はゾロの血筋です。ゾロデイは第3話で初登場を果たし、麦わらの一味の中でサイコさんのキャラなんですが、その出世や血筋などについてはかなり長い間明かされてきませんでした。その中でゾロの血筋の秘密につながる伏線が張られたのは第440話。第440話ではゾロの故郷が下月村だということが明らかになったんですけども、情報はそれだけにとどまりませんでした。ここで注目すべきはゾロの師匠である幸四郎が羽織っている道着。ここに描かれている2つの剣が交わるマークこそがゾロの血筋の秘密につながる伏線だったんです。そしてこの伏線はワノ国編に突入してから徐々に明かされ始めます。まず最初に明かされたのは第92巻の SBS。 ここでは何十年か前にワノ国の船がイソブルに到達した事実があるということが明かされ、さらにその時の子孫が誰もが知るある人物だということも明かされました。続いて明かされたのが第942話のこと。下月安家のかつての家臣の一人の着物に幸四郎の道着に描かれたマークと同じ家紋が描かれていたんです。続いて明かされたのが第96巻の SBS。 ここでは下月幸三郎が55年前にワノ国を出国した後、イーストブルーのある土地に上陸し、住み着いた土地で下月村を起こし、息子の幸四郎と孫のクイネが生まれた経緯が明かされています。さらにここではあれ、もしかしてゾロの血筋ってというコメントがされていて、下月家とゾロの間に血縁関係がありそうな匂わせがされているんです。そしてゾロの血筋の秘密がほとんど明らかになったのが第1023話のこと。京五郎の発言によると、ゾロはリンゴの大名下月牛丸に瓜二つ。また川松の発言によると、剣の所作や石岩の侍という特徴までもが似ているということなんです。このようにゾロの血筋ははっきりと明言されたわけではないんですけども、下月の血筋ということでほぼ間違いないと言えます。ではこの伏線の評価をもう少し細かく見ていきましょう。まずは回収までの長さ。初めて伏線が張られたのは第440話で、明確に回収されたのは第1023話なので500話以上の期間が空いています。それでもですね、高い評価としています。次に衝撃度。ゾロの血筋は長年謎に包まれていたところ、まさかのワノ国とのつながりが明らかになっていて、さらに一度戦ったことがあるリュウマともつながりがあると分かったため、かなり衝撃があったと言えます。よって高い評価としています。次に重要性。主要キャラの血筋という点では重要だと言えるんですけども、物語の根幹に関わるようなものではないので中間的な評価に。そして最後に感動度ですが、スリラーバークで戦って前世したリュウマとの血のつながりが明らかになったのはかなり熱い展開だったと言えます。よってですね、高めの評価にしています。というわけで第10位は見事ゾロの血筋がランクインしました。第9位はワノ国編の内通者の存在です。ワノ国編に突入する前の段階からドフラミンゴ側に金右衛門たちの情報が筒抜けになっていたり、ジャックが雷蔵を探していた像にやってきたりと、内通者の存在が匂わされていました。そして内通者の存在の伏線が初めて貼られたのは第705話。第705話では金右衛門がドフラミンゴの手下に追われているんですけども、ドフラミンゴが確認したのはパンカザードの映像だけなので、名前や他の特徴まで知っているのはおかしいはず。しかしドフラミンゴの手下たちはキツネビの金右衛門とまで知っていて、情報が知れ渡り過ぎているんです。その後もゾウでジャックが雷蔵を名指しで探していたり、ゾウに登る時に勘十郎が竜の絵を描いたり、おでんの過去の回想の中でかつての迫害を受けていたと紹介されていたりと、いくつもの伏線が張り巡らされていました。そしてこの伏線回収がされたのが第974話。キエモンたちが集合場所のトカゲ港に到着した頃には時すでに遅し、港は無残にも破壊された状態だったんです。こうして赤座役人男の中に内通者がいることの疑念が確信へと変わったその時、勘十郎は自らが内通者であることを自白。こうして内通者の正体が勘十郎だという結末でこの伏線は回収されました。ではこの伏線の評価をもう少し細かく見ていきましょう。まずは回収までの長さ。初めて伏線が張られたのは第705話で、回収されたのは第974話なので200話以上の期間が空いています。よってですね、中間的な評価に。次に衝撃度。勘十郎と金右衛門は親友のような関係で、さらに20年後にやってきて一緒に海に出ていたので仲間としてかなりの信頼度がありましたよね。そして勘十郎が内通者だと明かされる以前は、忍が内通者というのが有力候補だと思
思われていて、読者への衝撃度はかなりのものだったと言えます。よってですね、限界突破の高評価としています。次に重要性、物語の根幹に関わる伏線ではないんですが、ワノ国編の中ではかなり鍵を握るものだったので高めの評価に。そして最後に感動度、光月家の家臣として一緒に行動してきた人物にとっては信じられない事実で、菊之丞は2度も切るのを躊躇し、金右衛門は涙ながらに勘十郎を切りつけていたように、涙なしでは見れない展開だったと言えます。よって高めの評価としています。というわけで第9位はワノ国編の内通者の存在がランクインしました。第8位はポーネグリフの制作者です。ポーネグリフは空白の100年の歴史を解き明かす鍵になるものなんですけども、その内容や制作者、制作目的などが謎に包まれたままでしたよね。そしてポーネグリフが作中で初めて登場したのは第202話。第202話では当時クロコダイルの仲間だったロビンがアラバスタ王国のコブラにポーネグリフの元へと案内させており、そこには古代兵器プルトに関する秘密が記されていました。その後は物語の重要なポイントで何度もポーネグリフが登場し、重要な情報が徐々に明らかになっていくんですけども、誰が作ったかということは明かされてこなかったんです。しかしこれが明らかになったのが第818話のことでした。800年前の大昔、その光月家の一族の腕で作られた壊せぬ書物、それがポーネグリフゼオ。こうして猫マムシの発言によってポーネグリフの制作者が800年前の光月家だということが明らかになったんです。ではこの苦戦の評価をもう少し細かく見ていきましょう。まずは回収までの長さについて、初めてポーネグリフが登場したのは第202話で、制作者が明かされたのは第818話なので600話以上の期間が空いてますよね。よってですね、高い評価としています。次に衝撃度、第818話の時点でまだワノ国編に突入してなく、光月おでんが何者かということも分かってない状態だったので、光月が物語の鍵を握る存在ということは予想できなかったと思われます。よってですね、高めの評価としています。次に重要性、ポーネグリフの制作者は空白の100年の全てを知っていて、空白の100年の間に滅ぼされた王国側についていたことが明らかなので、かなり重要な情報だったと言えます。よってですね、高めの評価としています。そして最後に感動性、この一件で光月家の重要性をより認識したとはいえ、特別感動したものではないので中間的な評価に留めています。というわけで第8位はポーネグリフの制作者がランクインしました。第7位はラフテルへの生き方です。歴史を唯一ロジャー海賊団だけがたどり着いた伝説の島ラフテル。グランドラインではログポースをたどって進路を進めていくために、最終的にたどり着いた島がラフテルなのかと思いきや、そうではなかった。ラフテルの存在が初めて明かされたのはなんと第105話のことだったんです。北戸岬のクロッカスの話によると、なんとラフテルという島がグランドラインの最終地点で、グランドラインに点在している島々の時期はやがて一本の航路に結びつき、最終的にラフテルに到達できるとのことだったんです。しかしですね、第8話で明かされたラフテルの生き方はこうでした。その赤い石の名はロードポーネグリフ。海の猛者どもが探し求めるグランドラインの最終地点、そこに導くための石だ。犬嵐の発言によると、なんとロードポーネグリフは世界に4つ存在して、4つの石にはそれぞれ地点が記されているとのこと。そして4つの点を地図上で結んだ時に、その中心にラフテルが浮かび上がってくるとのことだったんです。しかしですね、クロッカスの発言が間違いだったというわけではない。第966話のロジャーの発言によると、ロジャーたちはログポースの最終地点であるロードスター島に到達した時に、最後の島の存在を知ったということだったんです。つまりクロッカスはロジャーたちと同じように、自分たちの手でラフテルへの生き方を知ってほしいと願っていたんだと思われます。ではこの伏線の評価をもう少し細かく見ていきましょう。まずは回収までの長さについてです。第105話でラフテルの存在と到達方法に初めて触れられ、第818話でラフテルへの生き方が明らかになっているので、700話以上期間が空いています。よってですね、高い評価としています。次に衝撃度について、ラフテルの生き方が明確になったことによって、ラフテルにたどり着く難しさが身に染みて分かって、さらにこれは今後の物語の展開も決まった出来事だったので、かなり衝撃的だったと言えます。よってですね、限界突破の高評価としています。次に重要性、ルフィが海賊王になるためにラフテルは欠かせない重要視点、物語の根幹とも密接に関わる超重要な出来事だったと言えます。よってですね、こちらも上限突破の高評価としています。そして最後に感動性、これはですね、めちゃくちゃ驚く出来事だったんですけども、感動するような出来事ではないんですよね。よってですね、低い評価としています。というわけで第7位はラフテルへの生き方がランクインしました。第6位はエースの腕のタトゥーの意味です。エースといえば背中には大きく白ひげのタトゥーが彫られ、左腕には A、バツがついた S、C、E というエースを表すタトゥーが彫られているのが特徴なんですけども、その左腕のタトゥーは単なるスペルミスだと思われていました。しかしですね、実際には深い意味が隠されていたんです。初めてエースのタトゥーが描かれたのは第157話のこと。第154話で初登場したエースは第157話ではっきりと描かれるんですが、そこでなんとですね、10回以上も左腕のタトゥーが描かれていて、やけに強調
重されている。そしてこのタトゥーの意味が明らかになったのが第587話のことでした。ここでは幼少期のサボがゴア王国から船出するシーンが描かれているんですが、なんとサボの船の海賊旗には見覚えのあるマークが描かれていたんです。そう、バツがついた S、 つまりエースのタトゥーの中にあるバツがついた S は誤字ではなくサボを表していたんです。ではこの癖の評価をもう少し細かく見ていきましょう。まずは回収までの長さについてです。第157話でエースのタトゥーが描かれた後、第587話でタトゥーに隠された意味が明らかになっているので400話以上の期間が空いています。よってですね、高めの評価としています。次に衝撃度について、エースの左腕のタトゥーはエースの少し抜けている部分を表した遊び心だと思われていたんですけども、まさかの深い意味が隠されていて衝撃を受けたことになります。よってですね、高い評価としています。次に重要性、物語の根幹に関わるものではないんですが、初めて描かれた時点でサボという重要キャラの存在が匂わされていたという点では重要だったと言えます。よってですね、高めの評価としています。そして最後に感動度、死んだと思っていたサボの思いをエースが引き継いでいたことには感動せずにはいられません。よってですね、限界突破の高評価としています。というわけで第6位にはエースのタトゥーの意味がランクインしました。第5位はロジャーが古代文字を扱えた理由です。我ここにいたり、この文を最果てへと導く海賊ゴールディロジャー。空島編の第301話でロミンが見たポーネグリフの横にはロジャーが古代文字を扱い書かれた文章が残されていました。しかしロジャーが古代文字を扱えた理由はしばらく謎のまま。そしてこの謎が明らかになったのが第966話。ポーネグリフを作ったのがなんと光月家だということは第818話の時点で分かってたんですが、第966話ではなんとおでんがロジャーと一緒にですね、空島を訪れロジャーの指示を受けて古代文字を彫っていたということが明らかになったんです。ではこの癖の評価をもう少し細かく見ていきましょう。まずは回収までの長さ、ロジャーが古代文字を扱えたという伏線が張られたのは第301話で、おでんが古代文字を扱って文章を彫ったということが明かされたのが第966話なので、なんと600話以上の期間が空いています。よってですね、高い評価としています。次に衝撃と、第301話でロジャーの言葉が刻まれていたことはかなり印象的な出来事だったんですが、それに加えてそこに和の国の重要人物が絡んでいたということはかなり衝撃的。よって高い評価としています。次に重要性、光月家が古代文字を扱えるほどの重要な一族であるということは空白の100年の歴史を解き明かす上で重要なこと。よって高い評価です。最後に感動性、ロジャーの冒険の様子とおでんの信頼関係が伺える印象的なシーンなので中間的な評価としています。というわけで第5位はロジャーが古代文字を扱えた理由がランクインしました。第4位はミスタープリンスです。無類の女好きであるサンジは女性に紳士的に接する一方でたびたびプリンスを自称することがありましたよね。これは女性を姫扱いすることが多いのでサンジが冗談で言ってるだけだと思われていたんですが、なんとまさかの伏線だった。初めてサンジがプリンスと名乗ったのは第168話のこと。クロコダイルに対してミスタープリンスと名乗ったシーンが一番印象に残っていると思われるんですが、実はそれは第174話のシーンなので、それよりも少し前にプリンスと名乗っているんです。そのためですね、第174話でクロコダイルに対してミスタープリンスと名乗ったのは少し前にプリンスというやり取りがあったことと、王女のビビを助ける点で王子様のようなポジションになるというのが理由だと思われていました。その後も第310話でゾロがサンジをアホ王国の王子様と言ってバカにしていたり、サンジイコールプリンスという設定はなんとなくネタのように浸透していたんですけども、実はこれは全て伏線だった。この伏線が回収されたのが第812話。なんとサンジの本名はビンスモークサンジであることが明らかになるんです。さらに826話ではビンスモーク家がジェルマという国を治める王族だということが明かされ、サンジが本当にプリンスだということが明らかになったんです。ではこの癖の評価をもう少し細かく見ていきましょう。まずは回収までの長さ、168話でサンジがプリンスと名乗ってから812話でサンジが本当のプリンスだと明らかになるまで600話以上の期間が空いています。よって高い評価としています。次に衝撃度について、サンジはノースブルーの出身であり高貴な身分にあったことが匂わされていたりと、出世について謎に包まれていたんですが、サンジイコールプリンスという描写はネタとして受け入れられていて、まさか本当にサンジが王族だとは思いもよりませんでした。よって衝撃度は限界突破の高評価としています。次に重要性、物語の根幹をなすほどのものとは言えないまでもサンジがビンスモッケの三男であったゆえにビッグマム海賊団との衝突につながっていたり、物語の展開に大きな影響を与えています。よって高めの評価としています。そして最後に感動性、サンジの過去は悲惨かつ壮絶なもの、ビンスモッケとのつながりは消したいものだと思われます。しかしですね、母の空から受けた愛情やサンジの優しさが鮮明に描かれていたため、悲しいだけ
けではなく感動する場面も多く描かれていた。よって高めの評価としています。というわけで第4位にはミスタープリンスがランクインしました。ここからは第20位から第11位までについて発表したいと思います。惜しくもトップ10入りを逃した伏線をご覧ください。第20位はズニーシャの正体。1000年以上生きるズニーシャという名前の像だということしか分かってなかったんですが、ついに第1040位にあってジョイボーイの仲間だということが明らかになりました。第19位は和の国を開国せよの理由。光月おでんが死に際に残した発言、和の国を開国せよ。この発言の真意はしばらく語られないままだったんですが、ついに第970位においてある人物に協力するためだということが明かされました。第18位は黒ひげが人の倍人生を歩んでいる理由。バンナの塔の戦いで黒ひげはエースから人の倍の人生を歩んでいると言われているんですけども、第966話にて生まれてこの方眠ったことがないという理由で人生倍歩んでいると言われていたことが明らかになりました。第17位が海楼石が存在する海域。これまで海楼石はとある海域でしか入手できないと言われていたんですが、第924話にてホーキンスは海楼石がこの国で生まれたと発言していたことから、とある海域が和の国近海のことを表していたことが明らかになりました。第16位はロシナンテの海軍での所属。ドフラミンゴの実の弟であるロシナンテの正体は海兵だったんですけども、第956話にて海軍本部機密特殊部隊ソードの存在が明らかになったので、ロシナンテはおそらくソード所属の海兵だったのだと思われます。第15位はボニーの涙の理由。頂上戦争を見て意味ありげに涙を流していたボニーは、第908話にてコニーに変身した姿で登場し、ソルベ王国の王太后だという紹介されました。よってですね、元ソルベ王国国王のクマとの何かしらの関係性があることが分かり、ボニーは頂上戦争で変わり果てたクマの姿を見て涙を流したんだと思われます。第14位は魚人の太陽のマーク。アーロンパークで出会った魚人たちの体には太陽のようなマークが刻まれているんですが、その意味が明らかになったのが第621話。奴隷解放を成し遂げたフィッシャータイガーは奴隷の烙印を覆い隠すため、奴隷だったか否か問わず仲間たち全員の体に太陽のマークを刻み込んだんです。第13位はドラゴンの正体。第100話で初登場した謎の男ドラゴンは第142話で革命家だということは分かったんですが、その素性は明らかになりませんでした。しかし第432話でガープがあっさりと喋ってしまい、なんとドラゴンがガープの息子でありルフィの父であることが明らかになったんです。第12位はラブーンが50年間待ち続けている海賊団。双子岬で出会ったクジラのラブーンが50年間待ち続けている海賊団は厳しいグランドラインの中ですでに命を落としていたと思われました。しかし第459話にてルフィたちが出会ったガイコスのブルークこそがラブーンが待ち続けているルンバー海賊団の一員だということが明らかになったんです。第11位がガープが海軍の英雄と呼ばれる理由。第431話にてガープを見たナミが海軍の英雄と言ってるんですけども、なぜそう呼ばれているかは明かされないままでした。しかし第957話にて伝説のロックス海賊団について初めて語られ、ゴッドバレー事件でガープがロジャーと手を組んでロックス海賊団を壊滅させたことによって海軍の英雄と呼ばれるようになったことが明かされたんです。そしてここからは第21位から30位までの発表となります。惜しくもトップ20を逃した伏線をご覧ください。第30位はローラの母親。スリラーバークで出会った海賊ローラの母親、まさかの4個ビッグマム。第29位は五老星の正体。最高権力者五老星はなんと天竜人の最高位という存在でした。第28位は悪魔の実の覚醒。悪魔の実には覚醒という上のステージがあることが明かされました。第27位が消えたモリアの消息。頂上戦争の後姿を消したモリアは海賊島八の巣にいる黒ひげの元を訪れ、そして生きていたことが明かされました。第26位は桃之助と金右衛門の関係。親子だと思われていたんですけども、実は主君と家来という関係性。第25位がクロッカスとロジャーの関係。ロジャーとの関係性を匂わせていたクロッカスはロジャー海賊団の船員。第24位がビッグマムとカイドウの関係。ただならぬ関係性の見えた2人はロックス海賊団の仲間であり、ウォウオの実をあげたという関係性でした。第23位が空島の真実。散々ないと言われバカにされてきた空島は存在し、なんとジャイアのかけた場所こそが空島だったんです。第22位が音楽家を仲間にする。ルフィは海に出た当初から音楽家を仲間にすると意気込んでいたんですが、ブルックを仲間に加え見事目標を叶えています。そして第21位が白ひげ海賊団2番隊隊長が長らく欠番だった理由。エースが2番隊隊長になるまで2番隊隊長の座は欠番だったんですが、それは前任の光月おでんが偉大な存在だったという理由でした。第3位は古代兵器ポセイドンの正体です。古代兵器の存在は第193話のクロコダイルの発言で初めて明かされていて、そのうちの一つがプルトンだということも同じタイミングで明らかになったんですけども、その種類や数正体についてはしばらく謎のまま。そんな中、2つ目の古代兵器ポセイドンについて触れられたのが第301話のことでした。神の名を持つ古代兵器ポセイドン、そのありか。ロビンが読んだ空島のポーネグリフにはなんとですね、古代兵器ポセイドンのありかが記されていたんです。ただその後もしばらくの間はポセイドンのありかについては触れられないまま。しかし突然ポセイドン
制度の正体が明らかになったのは第649話のことでした。彼女のもう一つの名は古代兵器ポセイドン。ロビンの発言によると、空島のポーネグリフはですね、魚人島を指していたとのこと。それに加えてですね、かつての人魚姫には海王類を動かす力があったということと、白星も同じ能力を持っていたということを知って、ロビンはですね、白星こそがポセイドンという結論を導き出したんです。そして続く第650話でネプチューンはですね、白星がポセイドンであることを認めて、さらに神の名を持つ古代兵器がプルトン、ウラヌス、ポセイドンの3つであることも明かします。ではこの癖の評価をもう少し細かく見ていきましょう。まずは回収までの長さ。ポセイドンについて初めて触れられた第301話からポセイドンの正体が明らかになった第649話まで、なんと300話以上の期間が空いています。よって高めの評価としています。次に衝撃度について。古代兵器という名称やプルトンが戦艦と呼ばれていたことから、ポセイドンもモノという先入観があったので、まさか白星がポセイドンとは思いもよりませんでした。よって限界突破の最高評価としています。次に重要性について。今後物語の中でルフィたちが古代兵器の力を必要とする展開が描かれるということはほぼ間違いありません。よってポセイドンの正体は最重要事項とも言えます。したがってですね、限界突破の最高評価としています。そして最後に感動度についてです。白星がポセイドンだと判明したシーンで感動する要素は特に見当たらなかったんですけども、それによって前のシーンでですね、力に目覚めた白星を守ろうとする家族の絆が描かれていたので、中間的な評価としています。というわけで第3位はポセイドンの正体がランクインしました。第2位はラフテルの名前の由来です。公開の最終地点がラフテルだということが明かされて以降、ラフテルについての情報は謎に包まれてきました。その後かなりの時を経てからラフテルへの行き方が明らかになったり、劇場版ワンピーススタンピードでラフテルのスペルがラフテルだと明かされていたり、徐々にラフテルについての情報が明かされ始めてきたんです。まず初めてラフテルの存在が明かされたのは第105話のこと。ここでは双子岬のクロッカスが世界で唯一ロジャーたちだけがたどり着いた伝説の島だと説明し、海賊王になるためにはラフテルへの到達が必要不可欠だと印象つけました。しかしラフテルが一体どんな島なのかについては触れられず、さらにこの先長い年月にわたって触れられることはありませんでした。そんな中でラフテルの全貌をつかむ上で重要な秘密が明らかになったのが第967話のこと。ここではロジャー海賊団が最後の島に到達した様子が描かれているんですけども、なんとロジャー海賊団のクルーたちは莫大な宝を目の前にして大口を開けて涙を流しながら笑っていたんです。とんでもねえ宝を残しやがって、とんだ笑い話だ。こうつぶやいたロジャーは最後の島にはこんな名前をつけるんです。そう、ラフテルと。つまりラフテルは涙を流して大笑いするほど莫大な宝が存在し、そのような笑い話が由来となってラフテルという名前が付けられたんです。こうして謎に包まれ続けてきたラフテルの全貌解明につながるような内容が第967話にして初めて明かされたんです。ではこの伏線の評価をもう少し細かく見ていきましょう。まずは回収までの長さ。ラフテルの名前と存在が初めて明かされた第105話から名前の由来が分かった第967話までなんと800話以上の期間が空いています。よって高い評価としています。次に衝撃度。劇場版ワンピーススタンピードで先にラフテルのスペルは判明していたんですけども、ロジャーたちがラフテルの宝を目の前にして大笑いしたことが由来だとは夢にも思っていなかったので、かなり衝撃的な事実だったと思われます。よって限界突破の最高評価としています。次に重要性。ワンピースの物語の最終到達地点であるラフテルは空白の100年の歴史を全て知れるばかりか、物語の秘密を全て解き明かすことができる最重要の場所なので、その場所についての情報も間違いなく最重要と断言。よって限界突破の最後評価。そして最後に感動度についてです。ラフテルの名前が明らかになっただけではなく、これまでの冒険の苦労や達成感などがにじみ出た笑顔と涙に溢れたシーンだったと言えるので、かなり感動的だったと言えます。よって高い評価としています。というわけで惜しくも第2位にはラフテルの名前の由来がランクインしました。栄えある第1位はゴムゴムの実の謎です。ルフィが食べたゴムゴムの実は読者から外れの悪魔の実だと言われ続けていて、さらに第65巻の SBS でも尾田先生も一番ふざけた能力を選んだと言ってるので、ゴムゴムの実には特別な能力や秘密は隠されていないと思われてきました。しかし実はとんでもない秘密を隠していたんです。まずゴムゴムの実が初めて描かれたのは初回の第1話のこと。ルフィが何気なしにデザートとして食べた果物は実はシャンクス生きる赤髪海賊団が敵戦から奪い取ったゴムゴムの実だ。この時ですね、シャンクスたちはゴムゴムの実が食べられてしまったこと自体はそこまで触れず、ルフィが一生泳げない体になってしまったことを嘆くだけだったので、ゴムゴムの実の価値はそこまで高くないものだと思われてきました。しかしゴムゴムの実に関する秘密が明かされたのは第1017話のこと。なんとゴムゴムの実は12年前に当時 CP9 だったフーズフーが政府の船で護送していたものだったんです。続く第1018話ではシャンクスによってゴムゴムの実が奪われたと明かされていて、シャンクスたちが政府の船を襲ってゴムゴムの実を手に入れたということが明らかになっています。そして
第1話ではあっさり敵船から奪ったと言っていたんですけども、その敵船とはまさかの政府の船のことだったんです。そしてなぜ政府がゴムゴムの実を所持捜索していたのかが完全に明らかになったのが第1044話。ゴムゴムの実はいつの時代も世界政府が回収を試みてきたが、決してその手中に収まることはなかった。800年もの間だ。なんとゴムゴムの実の本当の名前は人々の実幻獣種モデルニカ。世界政府が800年間探し続けても手に入れることができなかった太陽の神ニカの名を持つ悪魔の実だったんです。ゾーン系の実には意志が宿る。そして政府が手に入れることができなかった理由は、ゾーン系悪魔の実は意志を持つため、人々の実幻獣種モデルニカは政府から意図して逃れていたんです。覚醒はゴムの体にさらなる腕力と自由を与える。そして人々の実幻獣種モデルニカは覚醒すると、なんと腕力と自由が増強される。最もふざけた悪魔の実なんです。ルフィがゴムゴムの実を食べたのが第1話なので、ワンピース史上最大の伏線回収と言って間違いないでしょう。ではこの伏線の評価をもう少し細かく見ていきましょう。まずは回収までの長さ。敵戦から奪ったと言われていた第1話からゴムゴムの実の本当の名前が明かされた第1044話まで1000話以上の期間が空いています。よって高い評価としています。次に衝撃度について。ゴムゴムの実についての秘密はここまで匂わされずに来ていたので、政府が800年も追い求めていた悪魔の実であること、そして人々の実幻獣種モデルニカという神の名を持つ悪魔の実であることは予想だにしませんでした。よって限界突破の最高評価としています。次に重要性について。ゴムゴムの実の秘密はですね、今後の物語の根幹を成すほどの重要なものだと言えるので、限界突破の最高評価としています。そして最後に感動度について。特別感動するものではないんですが、ずっと外れの悪魔の実だと思われ続けてきたゴムゴムの実に秘密が隠されていたこと、またシャンクスたちがわざわざ政府の船から奪い取ったこと、そして人々の実幻獣種モデルニカという神の名前を持つこと、さらに覚醒すると自由と腕力が強くなることは胸を熱くさせるものでした。よって高めの評価としています。というわけで第1位は見事ゴムゴムの実のような謎がランクインしました。という感じで解説してきたんですけども、ランキングをまとめるとこんな感じになります。皆さんはどの伏線が一番好きでしょうか？ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。